はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回もですね、前回、まあ、マイキーが凡天になって目指す、最強のね、キャラを目指すって、マイキーを目指すっていうサバイバルやったと思うんですけど、あれからですね、オズさん、このモッド制作者様のね、東京リベンジャーズの、モッド制作者様のオズさんが、あの後すぐアップデートしてくださいまして、なんと、前回、まあその強くなる方法というかねっていうのがはっきり進捗でなかったと思うんですけど、大型アップデートで進捗が、大量に追加されました。はい、まあこちらは今までと一緒なのかな。でもどうなんだろう、これさ、ブラフマンに入ったらもうどうなんだろう、そのブラフマンに入ってさらにこの総長に話しかけたらなんか二重になっちゃってどっちも襲ってくるみたいなことになってたんだけど、それがなくなったのかわかんないんだけど、とりあえず今回こちら能力っていうものが追加されました。進捗が、はい。でこの進捗がこのように、身体能力経験値レベル0に達すると、まあこれ最初ですね。でレベル10に達するとなんと身体能力2っていうものになりまして、少し強さが上がります。でこれ20、30、40、50、60、70まで100まであります。全部見させてもらったんですけど、だから相当強くなることができる。でこれ経験値っていうのは累計なのか分かんないんですよね。多分累計だと思う。その要はエンチャントで経験値使ったら下がるとかじゃなくて、おそらくそのやられたとしてもその今まで貯めてた分はそのまま蓄積された状態だと思うんだけど、合計でレベル100になったらだと思うんだけど、まあちょっとレベル10にまず目指していきましょう。でこのように動体視力、ハンマー主治ですね、ハンマーを倒して動体視力を向上させることにより全てのダメージを 20% カットする。これかなり大きいので、だからちょっとハンマー習字も狙っていきましょうね。はい。でトーマンの隊員を倒して体力を上げるということで、トーマンを倒したら体力が少し上がって、でトーマンの、中級隊員やバルハラの隊員を倒して体力を上げると。でまずはトーマン狙っていきましょう。はい。でこれ、関節技だから、ハイタニリンドウを倒して、まあハイタニリンドウっていうのは関節技の、プロですね。リンドウを倒して関節技をマスターする、タックルの際に発動ということで、ちょっとまずはやることはレベル上げたり、トーマンを倒して、体力を上げていくと。ではかなりこういうなんかサバイバル要素というかね、自分が強くなる要素が追加されたからかなり大きいんじゃないかな。でまあどちらにしてもまだ誰も、ああよかった、最初平原だ、ありがてえ。で村とかないかな、これ最初は多分誰も襲ってこないとは思うんだけど、での問題はなんか進捗が前はね、そのなんか合わさっちゃって全員後半全員襲ってくるみたいな状態になってたから、そうならないことをちょっと祈るだけなんだけど、ほらそうか、経験値上げていかないとな。まあでもゆっくりいいか、経験値を上げて強くなって西の虎を倒したい。西の虎強すぎたからな前。おい清正だ、清正がいるぞ、やるしかねえ。清正盾もないがナイフ持ってる、怖い、来いよ、ほら清正来い、清正だー、怖え、ほらよし、あ怖え怖い怖い。でも倒せばナイフをゲットできる可能性が。清正ナイフ落とせ、お前本当にお前のナイフぶっ壊れてんだよ、性能がマジで。お前のナイフでどんだけ俺はハードコア終わったと思ってた、おねやろ。よーし、あー経験値おいしい、特にまあ進捗と、そうか、東満ではないのか、一応清正東満でしょ。トーマン扱いにはならなかった。それか進捗があれか、トーマンを倒し続けたからまだ一応トーマン扱いにはなってるのかもしれないんだけど、よし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 、清正倒したぞ、これは私の気分が晴れるというもんだ。よし、オッケー、これでもう夜になってきたので、とりあえず鉄装備一式にはできましたと。一式じゃない、ごめん嘘ついた。なこれは沈没船で見つけたなんかダメージ軽減4がついたやつなんで、でさらに盾に斧だ、よしこれだったら夜でも戦えるんじゃないか今回は。でさらに経験値を上げて途中でレベルアップすれば戦っていけるぞ。さあ今度こそ勝負だ、かかってこい。まずはトーマン行きたいね、トーマンいないか、トーマン倒したい、力を見せつけてトーマンを仲間にする。トーマンが来た、いたぞ、まずはお前だ、さあかかってこい、くそ、よらっつい、
万入隊、そして体力1位アップ、よしよしよし、上がった上がった上がった、よし、でトーマンを倒し続けよう、トーマンを倒し続けて体力を上げていくと。なのにトーマンに入っている、おかしなこと、助けて助けて、やだ、私入隊しちゃった、ブラフマン。あ、あんなところに、なんだっけ、これ今僕ブラ、どっちだ、ブラスマンなのか、ブラスマンじゃない、ブラフマン、チョメ、いやチョメ勝てるぞ、やったった、チョメ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 、やだやだ、ダメ、チョメさんやめろやめろって、水中に入ればこっちのもんだっつうこと言ってー、ごめん嘘水中に入っちまえ、こっちのもんだよ、水中系なんだよこの東京リベンジャーズはよ、あぶねー、あーてか累計じゃないのかこれ、多分累計じゃないですな、今これ7、ようやく今経験値7だ、やばい、あれ誰、あーパーチンだ、しかも私は現在残念ながらブラフマンなのか？わからん。ビャー！やった！やんよ！ちょっと、やめろ！来るんじゃない！やめろ！やめて！お願い！来ないで！ちょっと、やめて！やめてって言ったらじゃん。来るな！来るな！来るな！オッケー！あ、危ねえ！よし！よし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 ！あ、危ねえ！じゃがいもだ！ちょっと食べろ！食べろ！食べろ！食べるの！うわー！地獄だ！ちょっと待って、クソ、どこ行って、さっきやられたとこどこだよ、初期速、ああ、おつけ、大丈夫、水中か、水中あるか、水中あるか、ああ、全然ダメージ食らってねえじゃん、経験値が、経験値がたまらない、経験値がたまらない、これ一回遠慢になったらずっと遠慢でいてほしいな、そのし、え、あ、なになになに、めっちゃ痛い、なに、ブラックドラゴン、あ、乾チャンス2.5、これはチャンス、これはチャンス、やー、え、は、え、ちょっと待って、え、え、なに、え、経験値50レベルに達したんだが、なに今の、え、体調クラス倒したから、もう勝てるよ、負け、あ、待ってごめん、体力が、体力がやばい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 、またおつけおつけおつけ、ほら、あ、強い強い強い、来た来た来た、大逆転、大逆転来ました、もう全員殴ろうぜ、全員殴ってこうぜ、ほら行くぞ、トーマン、ほらパワーを見せつけて、やんよ、ほら来た来た来た、無双モードです、無双モード、これこそまさしく無双モード、誰も私はもう怖くない、これが最強というものか、ついに最強というものを手にしてしまったようだ私は、ほらかかってこい、今も私は最強だぞ、50レベルに一気になるなんてどういうこっちゃ、ようわからんが、とりあえずラッキーだ、武器すら持たずにこの強さ、これだったら誰が来てももう怖くはねえ、誰が来ようが何でもかかってこいよ、おらー、よし来ました、無敵モードです、とりあえずハート 1.3 です、知ってます、 1.1、 はっ、あー違う、バラあるか、うわー足速い、足は拡張、あー待って、でも体力3、待って体力38だったぞ、拡張に勝てば、いや勝つしかねえだろ、やるしかねえだろこれ、拡張残り体力38、ほらかかってこい拡張、まあ最初からまた60レベルにはしないといけないが、しかしありがたいことに強くなったままだよ、一回50レベルになってればね、誰だっけ、あー知ってる知ってる、ちょっと待って、あ新キャラだ、よーし、なんだっけな、あのパズリベかなんかのあのツイートで、ナオヤー、待って待って待つよ、待ってくれ待って、ごめんごめん、嘘嘘嘘、助けて、ナオヤ強すぎ、あぶやっ、いや待って、これ逆にナオヤを今これ水中で倒せば、いやいけるいけるいける、また経験値がたまるんじゃないか、だって
これ今シーンと大丈夫か。だって副隊長でさ、これだった隊長は、よーし経験値は、あーでもまあさっきのがちょっと乾が異常すぎたのか。50レベル上がったよねさっき。あ、待って、ペアポーン。おいおい、カワラギじゃねえか。カワラギでも倒せば経験値いっぱいもらえるんじゃない。ちょっと待て待て待て、回復、いや、また水中作戦するしかねえか。おら、かかってこい。きたー、逃げろ。ジー、私は諦めない、僕は諦めない、絶対お前を倒してやるぞ、カモン。わお、よーし、水中まで持ってくればこちらのも。なんだ貴様、お前には用はないの。今私は、よしよしよし、来た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 、すまないね、ちょっと今水中しか勝てないから。強くなるためには申し訳ないが、私は全員を敵にしないといけなくなったようだ、やはり進捗的に。だから私は水中でお前を倒させていただく。すまねえ、思ったより経験値はもらえないが。あ、私はブラウスマンのドンになった。すまねえな、俺最強になっちまったようだ。もう誰だお前は。ああ、バルハラの隊員、そんなの勝てるわけないだろ私に。そして体力に、よし、体力も上がってる。これそろそろ回復。待て待て待て、タケミッチ、君を倒させてもらう。ビヤー、私、待ってくれ、経験値確か彼は50もらったけど、水中だ水中だ、水中に入って僕は最強になるんだ、水中、早く水中、水、来い来い来い、よし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 、すまねえな、お前は経験値めっちゃもらえた気がするんだが気のせいだったかな。うん、一気に僕は強くなるぞ、またよーし、55レベル強すぎー。乾の経験値が異常なんだよこれ。これであと5レベルになったら、ちょっと次回もっと強くなりますねこれ。これだ、身体能力レベル60に達することができれば。そしてついにこちらの進捗もいきなり、びっくりした、多分中か。ブラフマンのね、一応ドンになりましたので、まあ、全部達成したいね。こうなったらもう全員敵だ、もう全員敵でもう全員倒す。うん、進捗がねちょっと多分どうなっても誰も敵な味方になってくんねえんだったら、それだったらもう僕が全員倒します。はい、ということで、今回はこの辺りで終わりましょう。よーし、なんとか生き残ったぞこれ。生き残ったってか何回もやられたけどさ、とりあえずちょっと食料で体力を回復すれば。牛くん回復させてくれ。ということで、じゃあお疲れ様でした皆さん、バイバイ。やったー。